ウィッグを外そう。可愛くなったわ。カツラがいっぱい。お待たせ、ハルト君。リカちゃん。すっごい髪色だね。思い切ってヘアカラーチェンジしたんだ。どうかな。似合う。うわ、すっごい髪の色。あまり見ないようにしよう。まずいぞ。こんなオウムみたいなリカちゃんを連れてると、みんなにジロジロ見られてデートどころじゃないぞ。ハルト君、お待たせ。ショウ君。エミリーさん、今日もワイルドだね。そうでしょ。モヒカンスタイルにしてみたの。似合うけど。でも僕はロックなファッションじゃない。可愛らしい姿のエミリーさんを、普通の髪型のリカちゃんを見たー。お兄さん、お姉さんたち、あなたは？美容院オープンしました。本日ヘアカットが無料なんです。すぐそこなので、ぜひ切ってね。なんだって？リカちゃん、エミリーさん、ぜひ行ってみては。イメちゃんも悪くないかもね。どこの誰だかわからないけど、一緒に行ってみましょうか。変身楽しみにしてるよ。でもあの看板、どういう意味だろう。お願いします。なにここ、子供しかいない。そうだよ、だってここは子供美容室だもの。すっごい不安なんだけど。大丈夫ですよ。じゃあカラフルヘアのあなたから、今日はどうされますか。じゃあヘアカットお願いするわ。オッケー。コギーちゃんヘアカット、あれだと思ったし、お姉さんもカットでよろしいですか。そうね、本当は翔くんに切ってもらいたいけど、こんなに可愛い赤ちゃんのお願いなら断らないわ。じゃあ一気に行きますよ。チョキチョキ。あれね、ちょっと切りすぎちゃったかな。ここも短くしてっと。なんかどんどん短くなっているような。思いっきり切っちゃおう。眠くなってきちゃった。あのお客さん、あれ、寝てる隙に可愛くするぞ。切った切った。思いっきり切ってもいいでちゅか。あれ、同じく寝ちゃってまちゅ。こうなったら隙に切るでちゅ。美容師って楽しいでちゅな。エミリーさん、リカさん、終わりましたよ。も悪気があってしたわけじゃないわ。そうだよね、意外と似合ってるかも。気に入ってきちゃった。マジで、私は髪が生えるまで翔くんに会えない。ママ、カツラの営業に来ましたにゃん。カツラ出てきて。はいにゃん。ピンクやラプンツェルのようなウィッグ、そしてこちらには色が変わるウィッグやウェーブもございますにゃん。あら、また来たんですか。うちの美容院はカツラは必要ないって前も言いましたよね。はい、やります、やります。ウィッグつけてみます。ありがとうございますにゃん。リカちゃんもつけてみましょう。私はこのままでもいいんだけどな。何言ってんのよ。ほらご覧なさい。わー、いっぱい種類がある。そうにゃん、こちらの2つは色が変わる不思議なウィッグで、こちらの2つはおしゃれなウィッグですにゃん。どうしよう、悩んじゃうね。そんな時は好きなのをつければいいにゃん。ではリカちゃんから、どれにしようかな。じゃあこのウェーブのやつにするわ。オッケーにゃん。似合うかな。これは大人っぽい雰囲気になりましたにゃん。ちょっとおばさんっぽい。次、はいにゃん。ピンクのウィッグにしてみよう。さあ、似合うかな。かわいいにゃん。でも、どっかで見たことあるような。私も思った。それってこの人じゃない。ああ、あなた、本当だ。キラキラ
に超そっくり。キャラが被るからダメでちゅね。そんな時はこれを見るにゃ。なんですかそれは。不思議なブラシなんだにゃ。開けて氷とお水を準備して、冷たいブラシを作ります。入れてお水を注ぐにゃ。蓋を閉めたらクールブラシの完成にゃ。さあどうなるのでしょうか。溶きます。髪の色が茶色っぽくなりました。ちょっとわかりにくいわ。それじゃあもうお水につけてみましょう。変わるのでしょうか。ちょっと紫っぽくなったにゃん。これにするかにゃん。いやいや、これはちょっとおばあちゃんっぽいし、この赤いのも試したいわ。そっちゃ。わあ、いい感じだわ。似合うにゃん。私にもつけさせて。エミリー先生、似合うかな。おお、悪くないじゃない。でもちょっと大きいにゃん。これも香り水につけると色が変わるかもしれないにゃん。投入。うわあ、お、お、オレンジ色になったにゃん。見事なツートンカラー。ファンキーだわ。エミリー先生、そのカツラが一番気に入ったんで譲ってもらえませんか。まあいいわよ。私にはちょっと大きいみたいだしね。じゃああなたはピンクウィッグに決定にゃん。決まってよかった。私のウィッグだ。赤がよかったのに。時間が経ったら戻るから安心してにゃん。じゃあ私はこの残り3つから。この紫はパパ。いやん、影が隠せてないわ。これは却下ね。次このウェーブ似合う自信ありよ。エミリー、いきます。えい、どうどう。なんかあんまりイメチェンになってないにゃ。そうよね。これじゃあいつもとあまり変わらない感じだわ。じゃあ最後、金髪ロングヘア似合うかしら。わお、一番似合ってて可愛いにゃん。私もそう思っていたの。二人とも素敵なウィッグが見つかりましたよ。ちなみにうちのウィッグは一日つけてると自分の毛になるにゃんよ。ほ、安心。それじゃあ彼氏をもっと驚かせるために衣装チェンジをしましょう。彼氏なんて不思議の国の卵を選べにゃん。ここは冷静に考えて、この人たちがチェシャ猫だから。チェシャ猫が当たりっぽいけど、いや、ミニーちゃんを選ぶわ。私はこっち。じゃあリコがチェシャ猫にしようっと。さあエミリー先生の読み通り、当たりの衣装なのでしょうか。ハートの女王、当たりだよ。うっそー。チェシャ猫の方はアリス、おめでとう。私の衣装よ。やったー。リカちゃんはこの衣装に。はい。あんたはこの衣装に。はい。あれ、思ってたより可愛いかも。着替えてきてください。それでは不思議の国のリカちゃん、どうぞ。かわいい。服が本当にトランプ柄でアリスなの。それじゃあ次は私の番ね。エミリー先生、どうぞ。わー、こっちも素敵。王冠とトランプの飾りをつけてラプンツェルみたいにしてみたの。ハートの女王ってこんな感じだから変になるのかなって思ったけど、とっても可愛いドレスでびっくり。すっごい似合ってる。お兄さんたち来て来て。どうなったんだ。うわー、二人とも可愛すぎる。でも来た時以上に目立つけど。いっか。一回ハゲになったことは秘密だね。あんなツルピカオハゲからこんなに可愛く変身できるなんてびっくりって思ってくれた方は評価をぜひ。ここでみんなに質問だよ。どっちもすっごく可愛いけど、アリスリカちゃんとハートエミリー、可愛いと思ってくれた方をコメントに書いてね。チャンネル登録もここをポチッと押してお願いしますにゃ。また次の動画も見て